1万円で購入したマイホーム、築60年の古いお家でございます。そんなお家を素人 DIYer が必死のパッチで DIY、 大量に労働力を投入した結果、お見事、素敵なマイホームに早変わり。マイナス4度の極寒の中、床がない状態で去年の冬は耐え忍んだ。その結果今がある。なんとなんと床がある。しっかり断熱された床がある。よし、準備万端、今年の冬は大丈夫と思ったところ、築60年の家、やっぱり寒すぎる。本日はそんな寒さ解消、断熱サバイバル、ホームセンターにあるものだけで格安で内窓を作ります。気温が3度上がります。はい、今回内窓を作るのはこちら、キッチンの窓でございます。4枚のね、引き違い戸っていうんですかね、引き違いサッシっていうんですかね、はい、まあふんだんにガラスが使われたそんなサッシでございます。開口部も大きく、外からの冷気がバシバシと入ってまいります。日当たりを取るか暖かさを取るか、どちらも欲しいが、今回は暖かさ。それでは DIY スタート。はい、今回使うのはこちらの材料でございます。特別な資材は特に使っておりません。皆様のお近くのホームセンターにもおそらくあるであろう、そんな資材を使いまして内窓を作ってまいります。この商品の名前はちょっとよくわかんないんですが、まあこんな商品があるんですよ。ここスクショ取ってください。スクショ取ってホームセンターの人に見せてください。そしたらわかると思います。で、先ほどの資材が1本1メートルで380円ぐらいでしたね。で、先ほどの資材がレールになりますので、上下につけていきます。ということで、まあつけたい窓の幅ですね、幅 ×2 の資材を買いましょう。で、こちらが内窓本体につける枠になります。はい、それではメジャーを使いまして採寸していきます。で、ここの幅がね、結構広くてね、260センチぐらいでしたので、先ほどのレールが5メートル20センチ必要になりますね。ということは6本必要になってくるということで、だいたいね、まあ1本400円と考えれば、2400円ぐらいですよね。ということで、レールだけで2400円でございます。で、これはハサミですね。万能バサミでございます。万能バサミで切ると、切りやすいんですけど、ちょっとね、ハサミよりもやっぱカッターの方が綺麗に切れますね。それではレールを敷いてまいりましょう。はい、敷かれたレールを歩く猫。はい、どうしたんでしょうか。レールを歩く人生に嫌気がさしたんでしょうか。はい、君には君の人生がある。自由な人生を生きなさい。はい、猫とはね、本来自由に生きるものでございます。ということで DIY 再開したんですが、ちょっとね、猫の視線が気になりますので、一旦猫ちゃんさようなら。皆様へご挨拶。なんかものすごく嫌がってましたね。はい、さっきの猫ちゃんがホアちゃんという猫ちゃんでございます。保護猫でお迎えして、まあ5ヶ月ぐらいですかね、経ちました。はい、先ほど実際に仮置きしてみて問題がなかったので、両面テープを貼ってまいります。レールは両面テープで固定いたします。特別な工具も必要ありません。カッターナイフさえあればできてしまいますね。いつもは丸ノコとか、まあそういった危ない電動工具なんかも使ってますが、内窓作りは本当に誰でもできます。はい、貼る位置だけは慎重に。いいですね。これで1メートル分。あとは1メートル60センチ分でございます。はい、まあ今ね、映っているガラス、サッシですね。古いお家のサッシって本当に断熱性能ないんですよね。以前サッシのガラスを交換したことありますが、まあ、本当にただの1枚板のガラスでございます。断熱性能のあるガラスは中に空気の層なんかがあるみたいですね。作業をしていると必ず足元にやってくるホアちゃん。猫の仕事、それは我々の仕事を邪魔すること。あまり気を張って働かずに、もっと自由に生きようやと言ってくれてるのかもしれません。はい、下段のレール設置完了。3本使いましたので、下だけで約1200円。同じように上にも貼り付けてまいります。下のレールにしっかり垂直になるように。失敗は許されない工作活動。あらかじめバミった位置にぺったんこ。はい、いかがでしょうか。いい感じでレールができましたね。あとはここに内窓作ってはめるだけ。たったこれだけで強力な冷気もシャットダウン、難攻不落の二重城壁が完成するわけでございます。それでは肝心要の内窓本体を作ってまいります。内窓本体に使うのは中空プリカという素材でございます。パモニカーボって書いてありますが、これが商品名ですかね。普通にホームセンターに行けば売っておりますね。90センチ180センチサイズで、我が最寄りのホームセンターでは1980円1キュッパで売っておりました。だいたいこの中空ポリカ1枚で窓2枚分ぐらいは確保できます。まあ今ハサミでカットしておりますが、カッターナイフの方が綺麗にカットできます。皆様のお好みで。はい、レールにぴったりはまるサイズに中空ポリカをカットいたしまして、その後に枠をつける。枠に関しても、まあ、枠用の資材じゃないとは思うんですけど、ちょうどいい資材がね、売ってるんですよ、ホームセンターには。コの字型の樹脂製の、今使ってる、あ、これですね。はい、こういうのが売ってるんですよね。1メートルあたりだいたい130円ぐらいでございました。窓1枚に対して4本使いますので、
まあ約ね500円ぐらいかかるかなというところでございます。なのでまあレールが2400円、中空ポリカが2枚約4000円ですね。で窓1枚につき枠が500円、4枚ありますので2000円ということで、合計するとここの窓4枚分仕上げるのに8400円ぐらいですかね、で内窓を作ることができます。はい、ちょっとねサイズが合わなかったみたいですね。少し大きくて突っ張ってしまいました。サイズ調整いたしましていかがでしょうか。はい、ちょっとこれでも若干突っ張ってる、まあ後でもう少し調整いたしましょう。はい、まあでもね切りすぎるよりはマシです。切りすぎてしまうともうリカバリー効かないですからね。はい、ということでこれをあと3回やっていきましょう。ひたすら繰り返します。まあ今回ね8400円かかって結構高いじゃねえかと思う方いらっしゃるかもしれませんが、これねホームセンターなんかで簡易内窓キットっていうのを売ってるんですけど、それを使うと窓2枚分で、そうですね8000円ぐらいかかっちゃいますからね。まあ、今回使ったようなレールとかこういう枠ですね、本来は内窓用に作られたものじゃない、そんな資材を使うことで半額ぐらいに抑えることができるんです。まあ何事も工夫ですよね、これが DIY の醍醐味でございます。はい、2枚目完成。あと2枚、簡単そうに見えて意外と時間かかっております。撮影しながらということもあるんですが、全部終わらせるのに3時間ぐらいかかりました。中空ポリカ2枚目追加、内窓の枠チョキチョキ切って、枠に合わせてポリカをカット。ちょくちょくね猫ちゃんが確認しに来るんですよね。進捗確認、よしよしよし。これが我が家の現場監督、現場猫。今回は中空ポリカを使っておりますが、もっと安く済ませようと思ったらプラダンというものもございます。なんかね養生用のプラスチックの段ボールみたいな、そんな素材なんですけど、まあ、一応それでもちょっと断熱効果がございます。薄いものだと、まあ、大体1枚100円台で販売されております。今回はね撮影ということで、中空ポリカいいものを使いましたけど、実はね他の場所はプラダンで内窓を作っております。まあ、プラダンの何がいいかというと、外から吹き込んでくる風はガードできるっていうことですね。結構ね寒さの原因って隙間風だったりするんですよ。窓を通して寒さが入ってくるんではなくて、そもそも隙間が空いていて隙間風が入ってきてるっていうこともあるんで、まあ、その場合はプラダン非常に有効ですね。風は防ぐことができるんで、それだけで家がだいぶ暖かくなりましたね。はい、ということでオリジナル中空ポリカの内窓完成でございます。いかがでしょうかね。結構しっかりした内窓ですよね。私ホームセンターに売っている内窓キットなるものを使ったことはないんですが、それに引けを取らないようなデッキなんじゃないでしょうか。知らんけど、実際に内窓の外側に手を出してみるとだいぶ気温違いましたね。はい、気温差を計測してみましょう。まず内側11.1度、11度、まあこれね断熱した後なんですけど11度でございます。寒いですね。はい、じゃあ内窓の外に出してみましょう。外の気温はいかほどかというところでしばらく置いておきましょう。はい、1分後ですね。1分経過しました。はい、 8.4 度でございます。つまり 2.6 度気温が上がりました。おめでとうございます。体感ではもうちょっと上がってるんですけどね。まあいいでしょう。断熱第2弾ということで、こちらもともとこんな扉がついておりました。昭和香る古風な扉、ドアノブにね布のカバーがついてるんですよ。なんか懐かしいですよね。そんな奥の部屋につながる扉、魔改造をいたしまして洗面所の扉にしてしまいました。ということでここには扉がございません。ここからね非常に寒いね冷気が入ってくるんですよ。扉がないと冬はきついということで作っちゃいましょう。扉、家にあった廃材、角材いっぱいかき集め、電動サンダーで磨き上げる。磨きに磨いてツルツルにして、イデオ丸ノコ、これが電動工具の力だ。2本の角材一刀両断、ドアのサイズに生成いたします。はい、でこの後ねこの角材を組み合わせましてドアを作っていくんですが、まあ、この角材は枠でございます。枠を作って中空ポリカをはめていく。そうすることで断熱性能の高い、それでいて光も取り入れることができる、そんな素敵な断熱扉が出来上がるわけでございます。はい、ここからは手動でノコギリ駆使いたしまして、ちょいと角材に細工を施してまいります。角材の先っちょ半分だけ切り欠いて、ここと接する部分も同じように切り欠きまして、うまくがっちりとパズルのように組み合わさるような細工を施します。はい、本来ならノミとか使った方がいいんでしょうけどね、ちょっとノミがどこにあるか分かんなくなっちゃって、ノコギリ1本、腕1本、必死のパッチで加工してまいります。はい、まあ、こういうね加工何回かやったことあるんですけど、どうしてもね毎回うまくいかないんですよね。ちょっと隙間が空いちゃったりね、こういうのはねどうやったらうまくなるんでしょうかね。私不器用なんでこれが限界です。はい、結構隙間空いちゃってますね。
まあいいでしょう、全然問題ありません。なぜならセショは俺だから。まあ DIY ですからね、自分のためにやる仕事、少しの失敗それも味ということで、はい、後でうまいこと調整していきましょう。お次に使うのは電動トリマーでございます。チュークポリカをはめるための溝を作る、5ミリぐらいのね溝を作っております。廃材を使いまして、角材1本分が通るぐらいのちょうどいいねレールを作りまして、そうやってスルスルっと滑らせてやることで綺麗な溝を作ることができます。はい、1本完成。どんどん量産してまいりましょう。角材は全部で6本、あと5本、機械のように同じ作業を繰り返す。角材をススッと滑らせトリマーをかけ、はい、いかがでしょうか。木くずをトントン払いのけ、なかなかいいんじゃないでしょうか。うん、ちょっとね出だしが曲がっちゃってますけど、まあおおむねまっすぐ一直線、曲がったことが大嫌い。いいでしょう、これならうまく中空ポリカもはめられることでしょう。はい、ありがとうトリマー、電動工具、電気の力。もしトリマーがなければどうやって溝って作るんですかね。昔の方ってどうやって溝作ってたんでしょうか。彫刻刀で掘ってたりするんですかね。はい、まあ、電動工具に全力で感謝をしながら、ステージが変わり猫ちゃんたちが待つ自宅へ移動。別の現場で加工した木材を組み合わせる。はい、ボンドを塗ってくっつけて、クランプつけて直角を出す。この後ビスを打っていこうと思います。はい、さっき加工した時にちょっと空いた隙間は木材入れて埋めてみました。まあこんな感じですね、十分でしょう。はい、フォアちゃんは何が面白いのか、クランプの下にひたすら手を入れております。本当に何が楽しいんでしょうか。おっと、さすがに飽きてどっかに行っちゃいましたね。いなくなるとそれはそれで寂しい。そんな時にやってきてくれたのがこちらのグレーの猫、グリちゃんでございます。グレー8割の元保護猫、生後6ヶ月の男の子、白い子猫のフォアちゃんと兄弟でございます。はい、我々はこの極寒の古民家で猫ちゃん2匹と暮らしております。猫というのは寒いところが苦手ということで、猫ちゃんたちのためにも断熱扉作り力が入ります。不整合冷気、築き上げよう暖かい家庭、暖かいお家は中空ポリカで作れる。某つれずれ草では、家の作りようは夏を旨とすべしといったものでございますが、冬も旨としてほしい、夏も冬も快適に過ごしたい。現状は隙間だらけの築古戸建て、換気抜群、24時間換気システム。いや本当にね、夏はいいんですよ。夏はクーラーなしでも過ごせたんですが、冬はなまら寒い。そんな古民家生活にも終止符を打つ。またまた出ました中空ポリカ、冷気を防ぐ鉄壁の守り。その守備力、例えるならオリバーカーン、絶対に冷気は通さない頼れる守護神でございます。はい、ハサミでチョキチョキカットいたしまして、先ほどトリマーで作った溝にはめる、いかがでしょうか。いいですね、ピタッとはまって満足の仕上がり。後ほどね、ここは猫ちゃんが通れるように猫用のドアを作ります。このドアの先にあるのは猫の部屋でございます。猫のトイレとかが置いてあるんですが、あーね、ここは完全にドア閉じちゃうと猫入れなくなっちゃいますからね、その辺でうんちされたら困りますから、猫だけ通れるドアっていうのも作っていきましょう。はい、中段の中空ポリカも見事はめることができまして、ビスでしっかり角材固定。今までね、私インパクトドライバーと呼んでいた、先ほどのねドリルなんですけど、あれインパクトドライバーじゃないみたいですね。ドリルドライバーって書いてありましたね。電動ドリルで、インパクトドライバーとは全くの別物らしいです。なので私はこれまで家4軒直してきましたけど、インパクトドライバーすら握ったことがないということになります。これはね衝撃的でしたね。あらかわいい。電動ドライバーとインパクトドライバーの違いは、回転だけか回転に打撃が加わるかの違いみたいですね。確かに、私がインパクトドライバーだと思ってたもの、全然音が違いますね。ギュイーンっていう音しかしないんですけど、職人さんとかインパクトドライバー使ってらっしゃる方の動画を見ると、なんかカッ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 みたいな音が鳴ってるんですよね。いやー、インパクトドライバーぐらい使ってみたいものですね。はい、ということで作業は終盤に進みまして、実際に断熱ドアを設置してまいります。蝶つがいをつけていくんですが、設置するための溝を掘ります。まあ本来ならノミとか使うといいんでしょうが、あいにくこの場にはありませんでしたので、ノコギリ1本、腕1本、溝を掘って電動ドライバーで蝶つがいをつけまして、あとはドアに固定いたします。はい、ここが作業の総仕上げ。相方登場。いいですね、ちゃんとドアになりましたね。はい、断熱ドアの完成ですと言いたいとこだが、まだ続く。そこを閉じられたらうんちできへんやん、ということで猫ちゃんのトイレのために猫用ドアを作っていきます。そうなんですよ、このドアの先は猫の部屋、猫ちゃんのトイレが置いてあります。まあ、いつもねお利口さんにこちらでトイレをするんですが、ここ以外に置いたらなかなかねトイレしてくれないんですよね。ということで猫用の入り口を作りましょう。はい、こんな感じで木枠を作って、30センチ四方ぐらいの猫用の入り口を確保いたします。中空ポリカをカッターナイフでカット、切り抜いた後、ここだけね開閉できるように蝶つがいをつけてパタパタなるよう確保
工します。まあこれね、最初にやっといた方が良かったんでしょうけど、全然ドア設置した後でも加工可能です。まあ、やっぱり中空ポリかカッターナイフで簡単に加工できるのがいいですね。まあ、本当に小学生や中学生の工作感覚でこういったドアも作ることができますので、皆さんもね、ぜひドアがなくて寒いという方は中空ポリカのドアを作ってみてはいかがでしょうか。はい、中空ポリカの破片に大興奮。おもちゃをあげてもすぐに飽きるんですが、こういうのはね大好きなんですよね。はい、いかがでしょうか。こちらが猫ちゃんが通るスペースでございます。はい、枠となる木材をビスでしっかり固定する。現場監督に見守られながら緊張の中の工作活動、労働力投入。一方の相方は先ほど切った中空ポリカにちっちゃい貯蓄貝を取り付ける。はい、こちらビスもめちゃくちゃちっちゃいんで、なんか精密機械用の小さなプラスドライバーが必要です。はい、いいですね。それっぽくなってきましたね。裏面は超強力テープ。はい、現場監督の叱咤激励が現場中に鳴り響きます。まあお腹が減ったんでしょうね。はい、最後にこちら猫ドア用の中空ポリカを設置します。仮止めしてみていい感じ。うん、ちゃんとドアになってますね。ということで蝶つがいをちっちゃいビスで固定して、さあいよいよ完成か。猫用のドア仕上がりはいかほどのものか。うん、いいですね。パタンパタンと相手は閉まる。さあ実際に通ってもらいましょう。行きましょう、フォアちゃん、通ってください。さあ行きましょう。インセンティブがないとなかなか動いてくれませんね。それじゃあこれでどうだ。向こう側でゆらゆらはためく羽をめがけて、お見事通過。おめでとうございます。あなたは記念すべき一人目の猫ドア通行者でございます。これからも末永くご利用よろしくお願いします。はい、グリちゃんもね無事に通りまして、これで猫たちも安心してトイレに行けますね。ということで断熱ドア完成でございます。はい、見事にね猫との共生もできております。それでいてしっかり断熱もできる。これにはみんなにっこり。三方よしの中空ポリカ断熱ドア、一家に一台いかがでしょうか。ということで1万円マイホーム番外編、断熱 DIY で冬をサバイブせよ、完了でございます。お疲れ様でした。はい、本日はここまででございます。この動画の配信が12月30日なんですが、リアルタイムで見てくださっている方、今年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。次回こそお風呂ぶっ壊します。このチャンネルでは空き家を一軒丸々直す様子をお送りしております。ぜひチャンネル登録して行く末を見守ってください。はい、それでは皆様良いお年を。ご安全に。